ブリスベン中心部の地図。右下緑色部分が植物園。園内の池クイーンズランド工科大学、区等を望むブリスベンシティ植物園は、オーストラリアクイーンズランド州ブリスベンにある植物園である。1855年に創設され、面積は約20ヘクタール。ブリスベンの中央業務地区を含む半島の南東に位置し、敷地は三角形に近い形で、 ブリスベン川、基地堂、クイーンズランド工科大学のガーデンズポイントキャンパスを3方向に面している。ブリスベンシティ植物園には、祖鉄、ヤシ、イチジク、チク類のコレクションがある。ブリスベン川に近いため、植物園は1870年 -1974 年までに8回洪水にあった。洪水の際に多くの植物が流されたためブリスベン市は、 1970年にマウントクーサのふもとに新しい植物園を作り、1976年に開園した。植物園へのアクセスは、シティフェリー、またはシティキャットのクイーンズランド高果、大学ガーデンズポイントとリバーサイドの2つの停泊所が最寄りとなる。シティの中心部からも十分歩いていける距離であるほか、市内を回る無料のバスである、 フリーループも近くに停留し、特に市内を時計回りする。フリーループは植物園の入り口に停留する。植物園東側の川に面する場所には、マングローブの遊歩道がある。植物園としてだけではなく、他にも機能がある。近くの商業エリアのオフィスワーカーが、昼時に読書や芝生の上に寝転がって、ランチタイムを過ごす、休息の場となっており、また、 結婚式の場としても人気があり、ほとんど毎週末に結婚式が見られる。庭園の南部にリバーステージがあり、ここではコンサートが頻繁に行われるほか、毎年クリスマスには市長のクリスマスキャロルが行われる。またガイドウォーク、セルフガイドウォーク、ピクニックエリア、レストランなどがある。植物園は24時間開園しており、夜間には歩道に明かりがつく。ありがとうございます。